はい、どうも、高野です。今回も高野ゼミということでやっていきたいと思いますが、今回はですね、ラルク・アンシエル・ハイドさんの生い立ち物語特集ということで話していきたいと思います。皆さんは、ハイドさん、どの辺まで、どこまで知っているでしょうか。まあ、言わずと知れたラルク・アンシエルのボーカリストでもあり、ハニーとかね、フラワーとか名曲を作った方でもあります。卓越した、ボーカルと、あと、類稀なるね、ルックスでもって、すごく有名な方ですが、まあ、それだけじゃなくてね、いいとこがいっぱいあるということを今回お知らせしたい。ハイドさんのその生い立ちっていうのをですね、知っていただいて、より深くね、ハイドさんのこと好きになっていただきたいということで、今回話していきたいと思います。私、高野ゼミはですね、普段からこの音楽に対する、人となりとかですね、まあ、歴史を、学んでいただいて、より深く音楽を楽しんでいただきたいという趣旨のもとですね、日々動画作っておりますので、もしよろしければですね、皆さんチャンネル登録、グッドボタン、コメントなんかしていただければ幸いかなと思います。では早速やっていきたいと思います。ハイドさん、ラルカンシエルのボーカルであり、今近年はですね、ソロもやっている方でございますが、まあ、生年月日がですね、1969年1月29日ということで、なんかバグったかなと思いでしょうが、これは間違いなく69年生まれということで、現在51歳2020年現在ですね。そう見えないんですが、まあ、1969年生まれということです。1月29日。こちらがですね、同じ誕生日の人に、テレサテンとか、良い子の浜口とか、あと、青木隆二さんとか、この人はハイドさんね、ボーカルのモノマネやってる方なんですが、誕生日も一緒だったっていうことでね、ちょっとびっくりなんですけど、はい。みたいな感じで、まあ、歴史とか、まあ、時代とか、日本にとどまらずね、こう、同じ1月29日の誕生日の方を見ていくと、画家とか哲学者とかなんか、そういうなんかちょっと、アーティスティックな、人が結構多めな誕生日に1月29日ということになってますね。はい。29日の0時過ぎに生まれたというふうに聞いているそうです。はい。で、本名がですね、実は公表しておりまして、宝井秀人さんというね、宝井というですね、非常に珍しい名字を持った、もうこの時点でちょっと結構ね、スペシャル感、もう、俳優みたいなね、かっこいい名前でございます。宝井秀人さんが本名ということで、はい。出身がですね、和歌山県和歌山市というですね、海のある、こう、日本海側にね、面してる、こう、海の町っていう感じで、2019年からですね、ふるさと観光大使としてもですね、そういったところを務めてらっしゃるということでございます。はい。血液型が大型で、まあ、本当にね、いかにも大型っていう感じで、ちょっと、おっとりしたね、柔和な感じの、人でございます。はい。1月29日にですね、このように生を受けて、長男ということでですね、宝井家の長男ということで、生を受けます。まあ、長男というか、そもそも一人っ子ということで、ご兄弟はいらっしゃらないということですね。両親は喫茶店経営、まあ、後にスナックみたいな感じになると、まあ、自営業で共働きのご両親、ところで一人っ子で育つということで、まあ、一人でいる時間が結構最初から多い。子供で、ご自身でもですね、後にこう引っ込み思案で泣き虫だったというふうにお話をしています。保育園の頃の夢がですね、仮面ライダーの中の人になりたいみたいな感じで、この頃から、ね、初めからですね、その現実と虚構みたいなものがすごくごっちゃになっているというか、すごくね、冷静で、俯瞰的な、目線を持っている方だったということですね。で、小学校のまあ最初の頃はですね、結構女の子っぽい、ルックスと、すごくね、その可愛いらしいルックスと、あとはまあ、その、元来持ってるね、その一人っ子である大人したみたいなのが相まって、結構いじめられることもあったみたいなんですが、まあ、小学校4年生の時にですね、見た映画、ルパン三世カリオストロの城を見てですね、すごくアニメーションとかに興味を持って、あとはその、周りと比べても自分は絵が上手いなっていうところに自覚し始めたのがこの10歳ぐらいの頃ということで、その頃からですね、自分は漫画家、だったりとか、画家だったりとか、まあ、いずれにしても、絵でこう、なんか、生計を立てていく人間になるんだろうなっていうところを強くね、意識していくそうでございます。はい。で、まあ、最初の頃はこう、結構引っ込み思案でおとなしい、まあ、いじめられっ子みたいな、雰囲気の少年だったハイドさんですが、小学校6年生の時にですね、どっからともなく親友が2人できると。まあ、1人はその、一緒に絵を描いたりとか、2人でぼーっとしてても、全然楽しめるようなお友達。で、もう1人は結構喧嘩が強くてですね、ガキ大将的な、人。まあ、結局二人の親友に囲まれて、性格も結構ね、どん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 その人たちに影響されていくように、活発になっていく、なっていったそうですね。クラスのその、面白い人ランキングみたいな、ね、よくありがちな小学校のね、やつでもですね、1位を取ったりとか、牛乳を飲んでるやつがいたら、飲み始まったらちょっと、
宝井に気をつけろみたいな感じですぐ笑かしてくるみたいな、お調子者のキャラとしてね、あの小学校の最後の方は行くということで、まあその時にですね、あのやっぱり海の街、山もあるみたいな感じですね、キャンプというより、まあ、ほぼ野宿みたいなのにハマっていって、友達、そのさっきのね、友達と山とか海とかに行って、あの、焚き火をやったりとか、なんかコーヒー、あの、なんかお湯沸かしてコーヒー入れたりとか、そういった、ところで楽しんでいくようです。まずね、で、そこの、キャンプの時が、まあ、後々ね、いろいろ結構事件を生んできたりとか、その、ハイドさんの人格形成に結構ね、大きい影響を与えていくわけなんですが、まあ、その辺はちょっとこの後話していきたいと思います。で、小学校の時の音楽的な、出会いとしては、ですね、その喫茶店の、両親が経営している喫茶店とかで流れていた、音楽、オフコースとか、あとはそのデペッシュモード、まあ、音楽ですけどね、デペッシュモードとか、デビッド・シルビアとか、いわゆるこのニューミュージックみたいな、メロディーが良くて、まあ、ルックスがいいみたいなね、そういったアコースティックでかつちょっと寂しげな悲しげな音楽とかに、惹かれていった幼少期だということですね。で、中学校の時にですね、まあ、お家にガットギターがあったとか、あとはまあ、周りでそういったね、あの、デュランとかに憧れて結構楽器を持ち始める年齢ということでですね、ハイトさんも例に漏れずですね、家にあったガットギターを弾いてみるんですが、これは難しいと。あんまりこう、うまく弾けないということで、この時はですね、ちょっとギター、すぐ断念して、あの、特別ね、あの、ガッツリハマることなく、やっております。で、キャンプ。先ほど言ったキャンプにですね、結構のめり込むようになっていって、二つね、大きなエピソードがあります。一つがですね、その、キャンプ場の、その山のふもとみたいなところに野宿するんですね。いわゆるキャンプ場じゃなくて、もうガチの野宿みたいな、まあ、ガチのキャンプみたいなところにはまっていくんですが、その水を汲みですね、夜、ちょっと下の、山をこう降りてったふもとのトイレでこう水を汲もうみたいなところで、夜こうガーッと山降りていくんですが、その時にハイドさんたちが、その軍服に、アーミー的なファッションにちょっとハマっていたらしくですね、軍服着てこうキャンプやってるみたいな、恐ろしい少年なんですが、まあそれが夜中にこうガーッとね、ハイドさん含め2、3人がこう水汲みに、兵隊さんの格好した人が夜降りてくると。それを見たですね、地元の住人の人たちが、あそこの山には夜、あの、兵隊のお化けが出る、みたいな感じで、一時、都市伝説になるんですが、それは、あの、もう、ネタがあって、ちゃんとハイドさんだった、みたいなね、あの、オチがついてたりとか、あとはその、自転車で、こう、山を下る、なんか遊びみたいなのをやってた時に、なんかブレーキをかけるのがもったいないっていう謎の理由でですね、なんか速攻みたいなところにタイヤを引っ掛けて、大事故を起こします。で、後にですね、この知らないおじさんっていう人が、助けてくれて、病院に連れてってくれて、まあ、なんとか一命を取り留めるんですが、結局左手の複雑骨折と、首に切り傷、で、血がドバドバ出てたというか、の、いうのを話していて、後にこれ知らない、そのおじさんが、その場ですぐ助けてくれなかったら死んでたんじゃないか、みたいなところがあって、まあ、この人がいなかったら、まあ、後のラルクとかね、我々なんかこう名曲を聴く機会もなかったかなと思うと、結構ゾッとするような話でございます。はい。で、後にですね、まあ、そのキャンプとか、をやりながらも、やっぱりその絵はずっと好きでですね、中学校の時には、サンデー、っていうその雑誌、週刊誌とかにも、投稿するぐらいですね、絵はずっと描き続けていて、自分はこの絵で行くんだと、いうことでですね、高校は専門学校、絵の専門学校ですね、デザイナーのこう養成校みたいなところに、入るわけでございます。これ和歌山県から、大阪の学校ということで、大阪までですね、毎回その1時間半ぐらいかけて、通行か。通勤違うな。通学していたということですね。すごくこう、よっぽどね、熱心だったということが、垣間見えますが、そこでですね、大きいね、ハンデに出会ってしまうわけでございますね。ハイドさん、こう、実はその色弱といって、視覚障害をちょっと持っていて、我々がこう見えてるこう緑と、ハイドさんがこう見えてる緑にちょっと差があるということで、このままではね、まあそういった大きいハンデがあるということで、このままではそのデザイナー系とかアニメーション系に就職しても、その配色っていうものに関しては、ちょっと向いてないっていうところで大きいね、挫折を味わうんですね。で、その専門学校では、やっぱり芸術系の学校ですから、絵だけでなくね、そのミュージシャンっぽい方も結構多かったということでですね、もう一回ギターにチャレンジすると、これが面白いと、当時モトリークルーとかですね、そういったのを弾いたり、
格好を真似したりする中で、まあ、音楽ならその配色とか細かいニュアンスの色とか関係ないっていうところでですね、今度は俺はやっぱ音楽だということで、その絵の専門学校に通いながらも後半はもう音楽で飯食っていくことしか考えないというね、高校時代を過ごします。あとはその時にですね、お家で、まあ、小学校の時から猫飼ってたみたいなんですが、3代目ぐらいの猫がですね、要はそのハイドさんが、猫飼ってるんですけど、猫の匂いを嗅ぐのがたまらなく好きっていう謎の性癖を持ってまして、その猫の匂いを嗅ぎすぎて挙句猫アレルギーになるということで、こう3代目のチーっていうね、猫の匂いを嗅ぎすぎて死にかけるという、まあ、2回目のね死にかけ実験というのをここでも起こしております。はい、まあそこでもうまあなんとか死なずにですね、ガスタンクのコピバンでボーカルをやったりしながら、ボーカルもいいなみたいな感じで行くんですが、まあそこで高校を専門学校をなんとか卒業して、18歳から20歳までの2年間はですね、地元でバイトをしながら、まあ、生計を、実家に住んで います。はい。で、そこで、まあ、なんとなくですね、お母さんの方に、まあ、ゆくゆくは、その、大阪とか行って、音楽とかやりながら、こう、生活できたらいいな、みたいな話をした時にですね、お母さんから、いやいや、今すぐやれや、と。そんなうだうだ言ってないで、今すぐ行って、今すぐやりなさいと、結果残してこいというふうに背中を押されてですね、お金を借りて大阪に行きます。まあ、この辺がですね、結構後、美大にね、されることも多いんですが、実はこの大阪に行くタイミングはですね、当時の彼女と言ってるということで、大阪に行った後もですね、軽く紐的な感じをやりながらも音楽活動、まあ、いろんなバンドのセッションとかでですね、ボーカルをやりながら、自分のバンドを作りたいなっていうところで、やっていくと。で、今もですね、当時もですね、結構珍しいと思うんですけど、ボーカルで、そのサポート的に、その特定のバンドを組まずにやるっていうスタイルであって、結構そこらはね、珍しいんです。ギターとか、ベースとかドラムとか、他のパートだったらね、メインじゃないので、セッションしやすいところではあるんですが、ボーカルでセッション参加して、単発のバンドをやるっていう、結構珍しい、やり方でサポートとしてやっていたということで、まあ、よっぽどね、ボーカルが、自信とか、実力がないとできないことだと思いますが、そういった中でですね、セッションを繰り返していって、ジェルサレムスロットというですね、バンドを組むことになります。これがまあ自分でこう思い描いた人たちを集めて作った初めてのバンドということで、90年にね、そのジェルサレムスロットを結成します。この時ハイドさん21歳ということで、まあ、これでプロいけるなというところで、ミスドとか、ビリヤード場とか、あと楽器屋さんとかでバイトをしながらですね、アマチュア活動をしていくわけなんですが、当時からですね、ハイドさんそのメタルとかからの影響もあって、結構ゴシック的な、あとはその結構おどろおどろしいもので、あとはその映画も、そこから影響されたのか、ホラーとかが好きだっていうことで、まあその辺をですね、音楽バンドに落とし込んだことがやりたいということですね、言うほどそんなにポピュラリティのない、結構怖めな音楽ばっかりやっていたということで、お客さんはマジでいなかったというふうになっております。で、まあ、そのタイミングでですね、その、ジェルサレムスロットを組むちょっと前のセッションで一緒になった、てっちゃん、てつやさんがですね、ジェルサレムスロットのライブ1回目からずっとこう、ライブを見に来ては、終わった後主演後の楽屋でですね、はい、やっぱ俺とやった方がいいから、一緒にバンドやろうみたいな、全然周りのメンバーの空気を読まずにですね、永遠しつこく勧誘されるっていうところにハイドさん陥ります。で、その時はやっぱ自分のバンドができたばっかりだから、まあうまくいかないこともあるけれども、楽しいってことで何度も何度も断るんですが、その度にライブに来てはですね、ずっと最前でニコニコして見てるてっちゃんみたいな感じで、98年ぐらいにですね、漫画でラルクアンシエルのこのなんか結成前夜物語みたいな漫画が出るんですが、その中でのね、てっちゃんの描き方がものすごく怖くて、ほぼストーカーみたいなノリで、まあ、どこまで本当かわからないですが、まあ、最初はすごくしつこいですね、勧誘を受けたりとか、あとはまあ実際そのバンドがですね、うまくなかなか、動員とかも含めてね、音楽的にもこううまくいかないっていうところもあって、じゃあもう一度、セッションしてみようかというところで、晴れてですね、鉄さんと、まあ、その時、ジェルサレムスロットで一緒にやってた、ペロさんと、あとはその、てっちゃんと一緒に連れてきたね、ヒロさんというギターの人と、ハイドさんが加わって、91年の2月にですね、ラルクアンシエル、じゃあ結成しようというところになるわけです。この時、ハイドさん22歳になったばかりというところでございます。はい、いかがだったでしょうか。そういうわけでですね、今回初めて、改めてですね、ハイドさんの生い立ち、
生まれから、まあ、ラルクの結成前夜っていうところまでね、ドバーッと駆け抜けて話して、見ました。今回この話をね、まとめてて思ったのがですね、まあ、やっぱりその、ハイドさんっていうのは揺るがない芯を持ちながらも、まあ、同時にその受動的である人だなという印象がよりね、強くなりました。その、やっぱ小学校から、俺は絵で行くんだと言いながらもですね、まあ、お友達とはキャンプ行ったりとか、まあ、面白いことをしようとかね、そういうか、こう、人の話をよく聞くような、こう、協調性のある子であって、専門学校になってもですね、まあ、絵で行くんだって入った、その専門学校でも、やっぱり俺は音楽だと言いつつ、まあ、音楽のことしか考えてないみたいな、音楽絶対飯食ってくんだと言いつつもですね、ちゃんと一応卒業しようみたいな、学校の時間はちゃんと絵描いてるみたいなね、その辺のですね、こう、なんだろう、協調性っていうのはですね、今なおね、ある部分なのかなと思いますし、あとその、夢を語ってる部分ですね、その仮面ライダーの中の人になりたいとかね、あと絵もですね、その専門学校で一番好きで描いてた絵がですね、その、現実にあるものの配置がちょっとおかしいみたいな、絵を描いてたみたいですね、その、例えば時計がなんか、ダリのその鳩と時計みたいなもの、時計がちょっとぐにゃぐにゃしてるとか、なんか現実にあるんだけど現実にないものを写実的に描きたいみたいな絵を描いてたみたいですね。やっぱそういったところがこう今あるですね、その浮世離れしてるように見える現象、とか歌詞とかを描いてんのに我々の心を掴んで離さないっていうののですね、その元になっているように、今回感じました。はい、やっぱその現実とね、虚構とのバランス感覚みたいなのがすごくね、素晴らしい、人がハイドさんっていう感じなのかなと思います。はい。ハイドさん、そんなハイドさんですが、現在はですね、そのラルク・アンシエルだけではなくソロとかね、あとはまあ音楽活動だけにとどまらずアートワークとか、まあライブの演出とか本出したりとかですね、近年は和歌山県のその観光大使とかですね、アクティブな、活動をしております。はい。次はね、どんな景色を我々に見せてくれるのかというところで、今後も楽しみに、ハイドさんのことですね、追っかけていきたいと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。